逆にキャバ嬢側から押したけどどうやったらモテるって。でも好みによると思う。女の子のやっぱ顔の好みとかやっぱその売れてる度合いとかにもこういろいろと思います。売れてる子の方がやっぱりいいと思う。多分モテると思う。その方がなんか、うん、多分ミーハー感とミーハー感とそうか。売れてから来いってことじゃん。そうですね、売れてから来い売れてちゃんと金持ってから。あ、そうそうそう。あ、まあ、確かにね。いくらぐらい入ってたらいいの財布の中に。え、何人で来るとか言いません。2人むずいな。それだったらシャンパン入れてすぐ帰ってほしい。で、なんか持てへんやん。まあまあそっか。俺したことあるけどその段階も持てなかった。持てなかった。やべそうでしょ。あの次の日に今日ありがとうってホストに来るキャバクラどう思いますか。キャバ嬢か。あー、確かにめっちゃが疲れる。なんでホストクラブ行って何されてますかって言った時に、あの六本木キャバクラしてるっていうやつがめっちゃがつくよ。なんで金持ってそうだから。いや自分のホームじゃないやん。歌舞伎町じゃないから。歌舞伎町じゃない、うん、六本木でキャバ嬢やってる。もうが疲れる。マジ飲み直しして3万使ってみる絶対アフタクリ安っほんまやって、ほんまやって、まあ、顔にもやると思うけどね。どうせその女の子の顔にもやると思うけど、キャバ嬢めっちゃがっつかれるね。なんでお金使うから。なんか六本木キャバ嬢ブランドあるね。なんかあんだ昔から、8年ぐらい前から初回のそのネックリアか、うん、どこどこつきたいってみんな言うんですよ。あの子の席つけてくださいみたいに言うけど、うん、六本木キャバ嬢に関してはみんなブワッほんまにそんな人気あるんだ。ほんまに歌舞伎町キャバ嬢やとその前の店よね。席とかもこうあったら初回席みたいに通されるんだけど、うん、あの六本木キャバ嬢と結構見える席に通されるはい、ホストクラブ内勤あるある。安すぎそれ。六本木の可愛らしい動きたら真ん中に通しだけなんでなんでなんやろね。やっぱそう言い方悪いけどやっぱこうちょっと花がある子たちを店の真ん中に置きたいんじゃない。おー、なるほど、うん、でもなんか他のさ通ってる女の子ちょっと嫌じゃない。嫌やと思う。そうだよ。だからそのせいでだから女の子は多分キャバ嬢嫌いない。ああ、そうだ。多分私結構お金使ってるのに、あんなことどうされたのみたいな。そんなんだ。これ永遠のテーマだと思います。僕は僕全然もう全ての女の子好きやし、嬢の子が大好きやからね。真ん中はここでいっぱい入手しいよね。どっちが好きなんですか。何言ってるんですか。全部。全部好きよ。全人類の女です。全人類。いやまあでも不足ようなんでね。六本木キャバ嬢に関してはなんかその真ん中に通されがち。僕じゃないですよ。内勤が。可愛い子は見えるところに通しがち。そうなんだ。あでもその女の子が指名で来た時はその女の子の意向によるよね。初回の話だけど普通になんか指名で来たらやっぱ女の子見バレしたくないからさ。そうよ。ね、端っこに通してとか個室通してって言ってくる子は多々います。確かに。はい。そんな中で最後の質問ですね。先月統計2300万はい、はい、でそしてあれですか、現役最強レジェンドホストですレジェンドキャバ嬢だ。現役最強レジェンドキャバ嬢って何事ですか。いやなんかキャバナビってとこがあって、うん、キャバナビさんに取り上げて、キャバナビさんが取り上げてくれた時になんか、うん、そうやって書いてあって、うん、なんかいやいやいやみたいな、うん、調子乗んなよっていう感じだったんですけど、ちょっと乗りたくてちょっとキャバナビさんキャバナビに現役最強レジェンドキャバ嬢本当あれちょっと恥ずかしかったもん。そっからなんか叩かれへんの。なんだよ現役最強レジェンドって。何も言われないですね。あスルーだ、うん、だからこれ YouTube アップしとくからもうむちゃくちゃアンチコメントくんだいや意外とね俺の YouTube 見てくれてる人に意外とアンチ少ないんで。あマジか、うん、ファン増えるかもよ。本当にお願いします。バースデー終えてはいどうですか。いやちょっと5月6月って結構すごい良かったんです調子が、うん、今月マジでうんこみたいな売り上げでちょっとたまげてるっていう。うんこみたいな売り上げってどういうこと。うんこがたまげるってどっちなのキャバ嬢もその売り上げってさ俺あんま分からないんだけど、うん、そのうんこっていくらぐらいのざっと。いや難しい。人によると思うけど人によるとは思うけど半期200とか。半期200はうんこだ。いやちょっと恥ずかしいけど。いやまあでも半期200ってことはまあ400うんこな。まあ先月先々月ってちょっと良かったか良すぎてなんか4500ってすごいけどね。確かにすごいです。
あ、そっか、そうすごいっすよ、普通にそんなの最近、キャバ嬢そんな売り上げられんのって思う。なんかレベル高いですよ、ベネは。あ、そうなんだ。ここにベネ。あ、そうなんだ。客層がいいと思う。客層が多分、みんなお金使う。へぇ、500って結構すごいけどね。何に使ってんのよ、何に使うんよ。じゃあどうしよう。イケメン募集かけようかな。あ、かけた。金持ってるぞ。最低限、俺らより持ってるわ。持ってない、持ってない。へぇ、その何を上げてもらってさ、その長径2300万上げたの。まず P2 タワー、ドンペリの P2 を50本、うん、シャンパンタワーとして、あとはまあアルマンドマグナムとか、うん、P2 とかドンペリ。 P2 好きなの。 P2 だいぶすごい降りてましたね。そのペアだったんで。あ、ペア入れてたの。そうってことフルバックで入る。フルバックめちゃくちゃ買ってるよ。え、マジ持ってない。何事よそれ。持ってないですよ。今狙いにかかるべきちゃうか、ホスト。めっちゃホストが締めれるかもよ。あ、マジですか。背筋ピンせえへん、みんな。お、ダラダラしてこうやって。あ、好き飲んでくださいね、みたいな。飲んでくださいね。どこまで上げていいのかな。そう。逆に、どうお願いするの。なんかその、シャンパンタワーはしたことないからさ。え、本当？そうなの。キャバクラではよ。あ、キャバクラ、そういうこと。いや、そうでしょ。ないから、どうお願いするのかなって。タワーやってほしいなーって、お願いできないかなーみたいな。ほうほう。タワーいいよって。へぇー、一回も言われたことないよ、シャンパンタワーしてよ。いや、言えない言えない言えないよ。倍使われそうだもん、なんか。あ、それは使わせる。完全にね。完全にゴリゴリ、それは言うゴリゴリするけどね。シャンパンタワーしてよって言われてやるんだ。なんかその時はうちなんか、そろそろバースデーだねみたいな、バスで打つんだよねみたいな、うん、タワーとかする人いるのって聞かれて、うん、いないなーみたいな、うん、やばい、いないなーってなって、うん、いたって言ったんです、目の前に、うん、いたって言ったら、うん、またみたいな。ほう、いいよみたいな。え、マジで？ってしてくれて、でも話とかは全然つまんなくて、ぶっちゃけ前日まで見抜きがなかったです、タワー。へぇ、怖っ。その P2 タワーいくらよ。総額で1120万。総額でで、前日まで入金なかった。そうです。タワー自体は一応組むやん。そう、もう業者にも全部もう1週間前から話し て、うん、して1120万のじゃあタワーのさ準備するやん。はい。で P2 50万とかこう並べるやん。タワーなかったら震えるね。だいぶ震えてましたね。震えるね。それでやられんかった場合何事よな。いや、でも入金とかって1週間前とかじゃないですか、うん、で、なんか1週間入金されなかったから、なんか結構振り切れちゃって、うん、もう、なかったら別になかったらいいやみたいな。その人のことすごい信用してたんだよ、うんうんうん、なんか、まあ大丈夫だろうと思ってて、うん、まあ今もすごい仲良くさせてもらってるんですけど、うんうん、って感じですね。へー、振り込まれて、振り込まれたっていうか、そのお店までわざわざお店お金持ってきてくれて、うんうんうん、めっちゃ泣きました。その入金されたって聞いた時にめっちゃ泣きました。ホッとするもんね。ホッとするし、なんか、あ、なんか申し訳ないなみたいな、うん、無駄が出ちゃないですか、1000万とかこっちけキャバ嬢。なんかすごい申し訳ない気持ちとかもあって、なんかただの見えに付き合わせて申し訳ないなみたいなこともあって、すごいホッとしましたね。それドラマですね。ドラマね、ドラマですね。マジドラマ。俺もいっぱいありますよ、それマジ。嘘。誕生日の前日にお母さんがインフルエンザになったからこうでした。今後、いちかちゃんどういう風にしていくんですか。どうして今後の展開ですね。ベネグループ の、 その最高、うん、まあ、月間売り上げが3100万とか で、うんうん、で今月本当は超えられる予定だったんですよ、うん、でもちょっと超えられなくて、うん、なんで今年中か、うん、来年のバースデーまでにはみたいな、うん、おー、すごいな。3100万、承継承継で3100だと思いました。承継3100だったら、まあ、総理、まあ、4000万超えてるんじゃないですかね。超えてるぐらいやんね。すごい、4000万ってマジですごいです。それでも狙ってください。僕、あの、マックス売り上げ4200なんで、多分上げられたら負けちゃうんで、ちょっとその時から一か様って言いますけど、レジェンドっていうね。本当にレジェンドって言います。歌舞伎のレジェンドホストにレジェンドって言われて、レジェンドって僕も呼びます。それ面白い。はい、そんな感じで今日は、いちかちゃん来てくれました。ベネグループ、はい、
の最高売上を超えることを祈ってるけど超えてほしくない気持ちでいます。あの六本木おうちです。はい、最高売上。はい。皆さんじゃああの六本木めいちゃん指名しに行ってあげてください。でホスト君も背筋をピンとしないように見てあげてください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やります。ありがとうございます。